まさか、朝の連続テレビ小説カムカムエヴリバディで強烈なインパクトを残したラストシーンが記憶に新しい俳優の河本雅宏さん。一体どんな方なのでしょうか。気になったので調べてみることに。河本雅宏さん、1965年6月26日生まれの現在56歳、岡山県岡山市の出身で、身長177センチで血液型 A 型。最終学歴は京都産業大学経営学部卒業。実家では両親と兄との4人家族でした。振り幅の広い演技で引っ張りだこの河本さん。どんな生い立ちかというと、実家は岡山でドライ河本というクリーニング業を両親が営んでいて、幼い頃からアイロン片手の父親の後ろ姿を見て育ったといいます。野球選手に憧れてスポーツ少年団に、母親が野球で申し込んだと思い込んでいったら、間違えて剣道を申し込んでしまっていたそうで、それでもやがて剣道で頭角を現すようになって、高校は地元でもスポーツで有名な男子校の関西高校の電気科に入学し、剣道に励みます。剣道で京都産業大学へ進学して、全国大会で団体戦ベスト8となりますが、河本さんは剣道は大学で終わりにしようと決めていたそうです。なぜなら、それまで剣道しかなかった自分をどうにかして変えたかったからなんだそうです。実業団や警察からの誘いも断って、全く関係のない大阪のアパレルの会社に入ります。しかし2年ほどして退職する結果に。理由は、剣道をやめてから確かなものを探しましたが、結局何にも見つからなかったから。そんな時ふと思い浮かんだのが俳優の道だったそうです。同郷の梶原善さんに誘われて、1989年に劇団東京サンシャインボーイズへの入団がきっかけで俳優としてスタートした河本さん。そこは三谷幸喜さんらが中心の劇団で、西村雅彦さんや相島和幸さん、松重豊さんなど多くの名バイプレイヤーが出た劇団で、河本さんは入団から1994年までほぼ全作品に出演したそうです。ちなみに梶原善さんとの関係は、実の兄が関係しているのだとか。実の兄とは誰かというと、数々の名曲を放った伝説のバンド、ザ・ブルーハーツのカリスマ的ボーカルの河本大翔さんだそうです。現在はザ・クロマニヨンズのボーカルをしています。そんな兄と梶原さんとは高校時代からバンドつながりの知り合いだったそうで、しょっちゅう河本さんの実家に来ていたそうです。と言っても顔見知りだっただけで、当時剣道一筋の河本雅宏さんは、何が東京だ、チャラチャラしやがって、ざけんじゃねえと心の中で思ってたそうです。にもかかわらず、その梶原さんに誘われて劇団に入るのですから、わからないものですね。ともあれ、上京した河本雅宏さん、生活するためにアルバイトしたのが兄の河本大翔さんや梶原善さん、そして大ヒットドラマ孤独のグルメシリーズの松重豊さんも働いていた下北沢の中華料理店だそうです。しがない衝撃団だった東京サンシャインボーイズも、やがてチケットも取れないほどの人気となり、河本さんも舞台12人の優しい日本人やラジオの時間などほとんどの作品に出演しますが、1995年の劇団解散後は活躍の場をテレビや映画へと移していきました。中でも踊る大捜査線シリーズは、ドラマも映画もほぼ全てに出演して一躍ブレイクしています。他のドラマでは、はみ出し刑事情熱系シリーズや、極戦下町ロケット遺留捜査シリーズ 99.9 刑事専門弁護士など人気作に次々と出演し、2019年には高津川で映画初主演もしていて、島根県のふるさと親善大使にも任命されています。また
NHK に限って言うなら、大河ドラマに3回も出演していて、朝の連ドラも今回のカムカムエブリバディは、2003年こころ、2011年カーネーション以来、10年ぶりの出演なんだそうです。河本さんは、ヒロインの上白石萌音さん演じる、立花という老舗和菓子屋の看板娘、安子の父親の金太を見事に演じきっています。今回は、生まれ故郷の岡山での撮影でしたから、テンションが上がりまくったという河本さん。河本さんは、父親の金太のことを、とにかく職人肌なんだけど、どこかしっかりしようと、常に気負っているところもあったりとか、娘に対しても声を出して言えずに、ただうなずいているだけで、目は泳いでるみたいな、父親って、こんなもんだよな、という、人間らしさが表せただと思ったそうです。そんな河本さんも、第19話での、衝撃の金太のラストシーンを演じる際に、河本さんが下した決断は意外なものでした。金太の最後のシーンの台本をちらっと見た瞬間、これ以上見てはいけないと思って、撮影直前まで目を通さずにいたそうです。それは、こう思ったからでした。大事な場面ですが、結末を意識しないように、わざと考えることをやめていたそうです。なぜなら、おそらく金太は、戦後の動乱の中、生き抜いて、立花を立て直して、息子の帰りをひたすら待つつもりだったはず。その姿をしっかりと表現したかったからだそうです。ですから、夢の中で、やっとサンタと再会した後の、突然の慣れでの最後でしたから、余計に、深く心に刺さったのだと思います。ただただ泣けてくる、金太の最後。サンタ役の浜田泣くさんも感動して、あのお父ちゃんを見てたら、自然と涙を拭いてあげたくなるような。それはト書きにもないし、ト書きにない世界に連れてってもらったと思います。と、思わず感情が揺さぶられたそうです。上白石萌音さんは、そのシーンを台本で読んだとき、実は、どういうことか一度読んだだけでは、理解ができないほど驚いたそうですが、でも、一番驚いたのは河本さん本人でしょう。衝撃の最後を見届けた後のネットでは、金太の最後、涙なくしては、見られない。ダメだ。ショックで再放送見られない。河本さん、朝ドラ史に残る名演ですね。また、空襲の焼け野原で泣き叫ぶシーンや、土砂降りの中、焼け跡で、砂糖の缶を掘り出す。河本さんの演技に対しても、河本雅宏さんの演技の振り幅がすごい。河本さんの涙、叫び、そして笑顔の熱演。河本さんの名演に涙が乾く間がない。と、絶賛の嵐となっていました。さて、河本雅宏さんと上白石萌音さんですが、実は、今回が初めての共演ではなくて、2017年地域ドラマ、ガタの国からで共演していて、定食屋で一緒にご飯を食べた仲だそうです。土曜スタジオパークにも二人で出演されて、久しぶりの共演が地元の岡山で、河本さんがめちゃくちゃ張り切っていたそうです。番組のグループチャットでも、お互い岡山弁で会話をしていたとか、中でも、上白石さんの河本さんに言い放った、ある一言がとても印象的でした。その一言とは、宝じゃ。今回のカムカムエブリバディが、自分の女優人生の中で、とても大切なものだ。と伝えたところ、河本さんもそう感じていて、二人で、宝じゃ。と盛り上がったそうです。そんな河本さんの現在の家族は、奥さんと娘さんがいらっしゃるのですが、奥さんは売れない役者時代から支えてくれた。世話女房だそうで、一般人だと言われています。娘さんも情報は少ないですが、以前、バラエティ番組、花丸マーケットに出演した際、河本さんは、仕事の相談を奥さんではなく、娘さんにしていると言ったらしく、とてもいい親子関係なんだとか。そして実の兄の河本大翔さんとは、少年時代からロックンローラーを目指していた兄と、片や、体育会系の剣道少年の弟という、
真逆の少年時代を過ごしてきたこともあって、不仲説も流れていますが、実際のところは、兄弟の仲は良くて、今でもよく話をする関係だそうです。それから、以前、うっちゃんなんちゃんの、南原清隆さんと似ていると言われていましたが、全くの他人なんだそうです。しかし、河本さんの人脈を見ていると、役者になるべくしてなったという気がしてなりません。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？ドラマや映画、舞台や CM と、引っ張りだこの河本雅宏さん。そんな河本さんをこれからもずっと、陰ながら応援していきたいと思います。それではまた、次回お会いしましょう。